織原由香です。ずっと YouTube を始めたいなと思ってたんですけど、何から始めればいいか全く分かんなくって、てかどんな動画を作ればいいのか全く分かんなかったから、ずっと何もしてこなかったんですけど、アンズ料理うむがやすしって使い方ってみたいな感じで、なんかもうとりあえず考えるより始めちゃった方が、行動した方が早いなと思って、これから YouTube をとりあえず動画を撮ってます。やっぱ初めての動画だし、私のことを知ってこの動画にたどり着いてくれる人なんてそうそういないと思うんで、自己紹介から始めたいと思います。名前は織原由香です。年齢は20歳で、今年21歳になります。フィンランドで一人暮らしをしてて、フィンランド代表でフィギュアスケートのアイスダンスをやっています。あれ、なんでフィンランドって思う人もいると思うんですけど、まあ自分でもまさか将来フィンランドで暮らすことになるなんて全く思ってもいませんでした。もしちっちゃい頃の自分に、あんた将来フィンランド行くよって言われても全く信じないと思います。理由としては、フィンランド代表でフィギュアスケートをしていることと、私のパートナーがフィンランド人ってことが大きいですね。まあ、練習場所がフィンランドってことも大きいですし、まあ、どうだろう、どこから話せばいいのか分かんないから、もう最初から話します。6歳の頃からフィギュアスケートを始めて、最初はシングルスケーターやってました。もうジャンプトン、ジャンプキャンピョンピョンって飛ぶやつをやってました。ちっちゃい頃からカップル競技にずっと憧れてて、最初はずっとペアをやりたいなと思ったんです。こうやってビョーンって投げられるやつとか、ピャーンって持ち上げられるやつ見て、ずっとやりたいなと思ったので、最初はペアの練習から始めました。自分のその時のコーチがペアの選手だったってこともあって、まあコーチと一緒に練習させてもらったりとか、いろんなセミナーとかに参加させていただいたりしてて、中学2年生ぐらいの時にもうシングルの練習でアメリカに行った時に、そのアメリカのリンクがペアの選手がいっぱいいるところで、練習してみなよって言われて、練習してくれた上手な男の子がいたんですけど、それが後になってトライアウトだったってことで、一緒にスケートしないかって言っていただいたんですけど、ちょっとなんかその時に、うんみたいな、あれペアみたいな、自分がずっとやりたかったことなのに全くなんかこう想像できなくって、なんかその時にはペア違うかもと思って、その時はお断りして、その後からアイスダンスをやり始めました。アイスダンスの練習をし始めたら、あ、私がやりたかったことってこっちかもと思って、なんで今まで考えなかったんだろうと思って、将来アイスダンスやりたいって思いました。で、高校1年生の時に森かなたくんっていう人を紹介してもらって、一緒に滑り始めました。一緒に頑張ろうって話になって、高校1年生の時かな、その時はその年はシングルと両立したんですけど、その時からアイスダンスを始めました。かなたくんとは2年間一緒に頑張って、その後はお別れして、次のパートナーだった人がカナダ人の人です。彼とは1年間だけだけど、カナダの選手としてカナダで練習して大会に出ました。で、1年した後に彼が辞めちゃって、で、私もじゃあスケートちょっと考え直そうかなと思っている時に、今のパートナーのユホから連絡が来て、一緒にトライアウトしないかって言われて、で、トライアウトしたら、いろいろ、まあこう話がいろいろ、もう本当にトントン拍子で進んで、2019年の5月からフィンランドでフィンランドの選手として活動させてもらってます。まあそんな感じでフィンランドにたどり着きました。今はフィンランドで暮らし始めて2年経ちました。好きなことは歌うこと、踊ること、食べること、この3つです。歌が本当に大好きで、ちっちゃい頃から歌うのが大好きで、それも YouTube を通してこれからちょっとずつ趣味を形にできていったらなって思います。まあ、これから上げていく動画はやっぱスケートだったり、歌う動画もいつかできたらいいなって思ってますし、フィンランドの暮らしですよね。マリメッコがここにあるでしょ。マリメッコは大好きなんですよ。フィンランドのことを紹介できる動画もいつか作れたらなって思ってます。あとは普通のなんかブログ Vlog なんていうか分かんないけど、あの日記みたいな感じもできたらいいですし、あーそう、あとニャンコ、私のニャンコの動画、本当にニャンコが大好きで、もう動物が大好きなんですけど、もうニャンコが大好きで、日本には7匹いるんですけど、こっちで1匹 British Short Hair の可愛い黒猫ちゃんを飼ってます。チョコちゃんです。にゃー。6月22日生まれで、そろそろ2歳になる
女の子です。ちょっとデブちゃんだけどすごく可愛くてオレンジ色の目をしてて、あ、ごめんなさいごめんなさい。そう、ちょっとあのアグレッシブなの、アグレッシブなところがあるにゃんこちゃんなんです。そう、私もう爪痕がもうすごくってどうしようみたいな感じなんですけど、まあ頑張って隠しますけど、大会ではこういう傷が見えても気にしないでください。全部にゃんこちゃんの傷跡でございます。私とチョコちゃんの生きた証でございます。普段はチョコちゃんって呼んでるけど、本当の名前はゾーイって言います。こっちのお友達、日本人じゃない人はゾーイって呼んで、日本人の人はチョコちゃんって呼んでます。そう、ユホとのね動画もいつかあげれたらなって思います。あ、フィンランド語はまだしゃべれません。今勉強中でございます。スケートの動画だったり、いろんな動画、暇つぶしになる動画、見たいなーと思える動画を勉強しながら作っていけたらいいなって思います。頑張って YouTube アクティブに投稿していくので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。